こんにちは、みすずです今日は糖質制限さんにおなじみの油揚げサンドの作り方をまとめます油揚げサンドって何って思われる方もいらっしゃるかもしれません油揚げサンドとはパンの代わりに油揚げを使った低糖質なサンドイッチですそれ以外は普通のサンドイッチと全く変わりませんお好きなものを挟んでどうぞ 低糖質なサンドイッチというと、ブランパンを思い浮かべる方もいらっしゃると思います。ブランパンを粉から作ろうと思うと結構な時間がかかってしまうので、手軽に使える油揚げはとてもおすすめです。また、前回の動画でお伝えした高野豆腐サンドよりも大きいサンドイッチが作れるので、挟みやすくいろんな具材のバリエーションが楽しみやすくなります。そんな油揚げサンド、 ただ、油揚げをパンの代わりに使うだけだと、どうしても油揚げっぽい味が残ってしまうので、今日は美味しく作るポイントを4つお伝えします。1つ目、油揚げは開いて使います。写真のような長方形の油揚げを使い、3辺に包丁を入れて切り開いて使います。開くと油揚げの厚みが薄くなるので、油揚げを食べてるっていう感覚もすごく薄れ、パンに近い状態になります。2、 チーズ焼きします以前は開いた状態ですぐに焼いてそのまま使っていたのですがこの切り口にピザチーズをのせトースターで焼いてあげるという1工程を加えてあげると大豆っぽさがより和らぎ食べやすくなりますのでおすすめですチーズをのせてトースターで10分ほど焼いてあげてください3番食パンサイズに切る これはやってもやらなくてもどちらでもいいのですが大きいままだとどうもサンドに使いにくい具材がたくさん必要になってしまうので通常の食パンのようなサイズにカットしてから使ってあげるとサンドイッチが作りやすくなります。4つ目、挟んでかららしばらく置く。置具材を挟んでラップでしっかりと包んだら冷蔵庫でできたら半日ほど置いてあげてください。 そうすると具材の水分を油揚げが吸って一体感が生まれるのと油揚げの油揚げ感が和らいで美味しく食べられます。具材は何でもいいのですがおすすめはキャベツと人参。この2つが入ると断面が結構綺麗だなと思います。でもお好みのものお好きなものを使ってあげてください。油揚げを冷ましたらいよいよサンドイッチを組み立てます。 組み立て方はいつもの食パンのサンドイッチと同じようにやっていただければ大丈夫です。今回は油揚げサンドでのワンパクサンド、具材がたくさん入ったサンドイッチの作り方動画をここに掲載しておきます。この元動画は YouTube にあるので概要欄にリンクを貼っておきます。見たい方はそちらから見てください。 通常のサンドイッチならさほど難しくないのですが、たくさん具材を挟みたいとき、そんなときの挟むときの注意点を3つお伝えします。1つ目、ラップは大きめに出す。思っているよりも大きめにラップを出してあげると最後包みやすくなります。2つ目、下の具材はなるべく平らに。 平らに積んでおいてあげないと最後上の方雪崩が起きる可能性があるので下をなるべく平らにすることを意識してあげてください三つ目同じ色が重ならないように違う色同士をなるべく重ねるように積み上げてあげてくださいというわけで最後まとめ油揚げサンドとは食パンの代わりに油揚げを使った低糖質なサンドイッチです 冷凍室サンドというとブラウンパンを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますがパンを作るよりも油揚げを開いて焼くだけなのでで手軽に使うことができます。食パンのサンドイッチのように具材をもりもり挟むことも可能です美味しく作るポイントは油揚げを開くチーズ焼きする食パンサイズに切る具材を挟んでからしばらく置くの4点になります 挟む時の注意点は、ラップを大きめに出す。下の方の具材はなるべく平らに。色が重ならないように積み上げます。あと、お野菜は結構多めが美味しいと思います。具材はお好みのもの何でも OK。お肉やお魚、卵、チーズ、お野菜、彩りよくいろんなものを詰め込んで、あなただけのオリジナルサンドイッチをお楽しみください。 というわけで今日は油揚げサンドを美味しく作るポイントをまとめました。ぜひ試してみてください。また詳しい内容はブログにも載せていきますので概要欄からそちらもチェックしてくれると大変嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。